はい、今大阪吹田倉庫に来ています。シベスターの54号というシベスターの中でもハイグレードのモデルになるんですが、象牙の2本ペダルですね。こう象牙がちょっと剥がれてるのでね、なくならないように止めてありますが、貼ればいいだけなんですが、すっごい音いいのにね、ちょっと外装がだいぶ傷んでるのがちょっと残念。本当に鳴りすごいんですよ。これね、手を入れたらすごいんですけどね、大変なんです修復が。330421というね、本当にやりがいのあるピアノではあるんですが、鳴りもめちゃくちゃいいんですが、傷が多い。本当に傷が多い。どうしましょうこれね。音はいいんだけどね、本当に大変です。もうため息出る。なんでこんな傷つくんでしょうね。まあ本当にこの響板も素晴らしいね、赤蝦夷松のいいものですし、象牙ですしね、手を入れがいはあるんですが、時間がかかりすぎる。まあ外装現状で良ければということで、お安くお分けはしたいと思うんですが、いかがでしょうか。ちょっと値段のつけようがないですね。外装修復したら本当に高くつくのでね、その辺、お客様とご相談して決めていきたいと思いますが、いやー、この鳴りはなかなか現代のピアノではちょっととは違うね、響き方ですよね。シベスターの54号、330421ですね。どなたかご連絡ください。お待ちしております。それではさよなら。